あ、そうだし。だからそういうとこ一回行って、あ、こういうトークするんだ、これだけの人がいる中でっていうのを、やっぱそういう勉強はしたいよね。うん。ああ、俺なんかまだまだヘボだなって思うよ。うん。回しができてねえな、みたいな。うん。でもやってみたいね。俺は歌なんかヘボだから歌えねえけど。うん。あ、カールソン。うっせえ。いらっしゃい。うん。だからそういうその、やっぱりね、エンターテイナーなんだよ。だからエンターテイナーを勉強したかったら、本当のエンターテイナーを見に行かないとダメだな。ああ。うなちゃんの歌好きよ。トッポギ。ほら、そんな上手くねえから。7。今は、佐野さんって、あ、佐野は本名なのよ。だけど、まあ、ずっとうなちゃんまでやってきてっから、うん。小5だった息子が今は、社会人になりました。おい、何年前から見てんだよ。でもね、みんなね、こんなのばっかだね。なあ。マジで。ほんと。俺の放送見てるのは。ビッグ笑ってる場合じゃねえんだって。ああ。中学生だったのはもう今社会人になってんのとかいっぱいいるんだから。ああ。そうだね。俺だから今年で19年目だからな、配信やって。みんな年取ったよ。だから一緒に年取ってきゃいいんだっていうの。な。だから俺は思うけど、俺だけは長生きしなきゃなって思ってる。タケちゃんだってよ、亡くなっちゃったりとかよ。なんかどんどんなんか周りが消えていっちゃうからさ。サメ島だってよ。な。のぞみだってよ。な。寂しいっていうか、寂しいっていうか、なんでそんなのやってんだよっていう話。うん。バカがよ。なかなかコメントできず、今が、9年越しのコメントです。奈々ちゃん。だからここはゆっくりだから。だから俺はもう数字は求めてないんだよ。昔は3000人ぐらい来てて、それこそ立ち見のE ぐらいまで出てたから。うん。俺は今、なんだろう。それは長生きしてねって言われてるし、ある人がいるから、うん、ああそういう人がいてくれんだ、俺にはまだって思うから、うん。当時は悪の人の多さと勢いにコメントできませんでした。アリーナ2回だけしか撮れなかった。ビッグ？ああ。で、2回撮ったんだったらいいじゃねえ。だってあの当時、ニコ生の有料会員なんの、3万見たいから撮ったとか、それでもアリーナ入れねえとか言って文句言われても俺知らねえよ、んなのよ。なあ。そうだろ？だからそういうのいっぱいいたんだよ、当時。あれ絶対に裏技ありますよ。そうかね？わかんねえけど。うん。
なんだろうね。まあ俺は別に、俺には課金はニコ生では入ってこないよ。みんなの課金はニコ生の収入になるんだから、タイミングだった。だから立ち見の A とかに落ちたとか、あ、だからあの時俺4窓してたの。アリーナ当然普通に見てるんだけど、A、B、C、D ぐらいまでは俺、あのツール使って全見てたから、D ぐらいまで入ってりゃ俺読むよって言って、もうめちゃくちゃだよ。ああ、F5 な。全然止まっても、ね、部屋付き露天風呂以外は、リームでーすだから。リッツは高えよな、マスカラな。ワインだってなんだってよ、一発言えば持ってくんだから。チーズだってなんだって、おつまみも何も九死がいるんだから。そういうの経験したことねえだろおめえら。あ、こっちはそういうのね余裕ぶっかましてんだよ。だって俺なんか伊丹から東京の羽田まで行くのも全部ねファーストだからね。そんな短い距離だけど、酒も出てくるわ飯も出てくるわ。だからリッツ真似した人いないですね。できねえだろ。50万ぐらい一泊で払う囲いがいるかどうかだよ。な、しみったれてんな、どいつもこいつもよ。俺が最初に全部やってんの。俺より先にやったやつなんかいねえんだから。異論は待たない。なあ。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビー。まあでも俺も今もあのいろんな人に支えられてこう配信ができてるから、だからみんなに感謝だよ。だから俺は一生懸命配信やろうと思ってる。もう店もなくなっちまったけどな。だってあの店だってよ、2軒な700万くらい囲いが全部出してくれて、内装から改装から全部契約からやってくれて俺店出したんだから、俺一銭も払ってねえんだ。そんなやついるかよ。なあ、俺みたいな配信者はもう出てこねえ。そうよ、一発キャッシュでバーンだ。うなさんがいなきゃ楽しくない。龍馬な。龍馬だってニコ生ぐらいの頃から俺のこと多分見てんだよ。だいたい俺の元囲いなんておめえよ、17万6000円家賃3年間払い続けたからな。
ねえから。ただその囲いが離れちゃったから、今は自力でな、払ってるけど。まあでも、配信やってらな、なんとかなっから。を知ってるから、バーンって楽しい時を取れるんだよ。これ一番わかりやすい例で言うと、サラリーマンな、一週間一生懸命働いてるから、土日がすごく楽しくなるんだよ。そうじゃね？休日がリフレッシュできるんだよ。まあ、その働いてる人がね、多分そうだと思うよ。だから土日はもうエンジョイできるんだと思う。また明日から仕事だってなるかもしんねえけど、じゃあ頑張っていこうか、自分の家族のためにってやれんじゃねえの。なあ。だから面白くねえだろ、他の配信者。ああ。うん、まあ、必ず財布開けとけば見るから。今度やります。絶対成功すっから。